大悟選手がお選びいただいたのは2つ。こちら、荒木大悟選手がもうそのまま着て外にお出かけしたり、するようにお選びいただいた服地になっておりまして、グレー、チャコールグレー、黒、まあその辺の明るさのプリント柄のシャツ服地となっております。これだけでまあ外にお出かけできるんですけど、ジャケットを下に着ていただいて何かに合わせていただくということもありかなとは思います。上のボタンを一番上は閉めといてくれてもいいし、開けといてくれてもいいし、まあ、開けといた方が、まあ、そのカジュアルな時はいいと思う。じゃあぐるっと回りました。ああ回ってくれた本人が回ってくれた、うん、いい。これ黒のスーツとかでもいいっすよね。全然いいと思う。まあネクタイ真珠で合わせるのかな。ネクタイするときは白の方が、はい、モデルが様になってて写真が欲しいって。動画映っていいんだ。ちょっと撮らせていただきます。カメラ映りがいいね。いや全然いいですね。こちらスーツに合わせたいということで、白の、シャツ服地を一つお選びいただきました。カメラに映ってますかね。こういった細かい織り柄が入った光沢のある白いシャツ服地をお選びいただきました。綿 100% で、糸の細さもですね100番手と細番手となっておりまして、どちらかというとドレスシャツ向き、の服地となっております。カフスだけまた持ってるカフスをつけてもらって、前乗りで使おう。全部使おう。指導室についてもらって刺して、そうそうそう刺して、そうそうそう、この色かわいい。水色。でもこっちはラデンじゃないから持ってるやつあるやん、はい、持ってるやつの方がいいよ。そうなんですか。持ってるやつの方がラデンやし、高級は高級やで。こっちは焼き箔って言って箔を焼いてる感じなんで、OK、いい。分かってよかった、よかったわ。もう様になってくれてよかったわ。よかったよかった。あとはもう奥さんのがバッチリやったら、ほっとします。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあお席にお座りいただいて。番号に書けばいいですか。ちょっと。どっちでも使ってもらって、どこに書くんがいいんだ。どこが、こう白、そこの方が見やすいよね。アウェイだったらね、はい、はい、引っ張っとくね。いいですか。うん。あ、よかった。新しいサインもらえた。こっちは、あの、僕使わせていただきます。あ、はい。来た、着る、着よう思ってる。荒木大丈夫。じゃあ、書かなくていいですか。うん、こっちは大丈夫です。こっち見やすいんで、こっち飾らせていただきます。はい、And we are the dreamers of dreams.